八幡テレビ FM 放送所は、福岡県北九州市八幡東区の皿倉山に置かれているテレビジョン放送と FM ラジオ放送の大規模送信所。NHK 北九州放送局の親局と、福岡県の全民放テレビ FM ラジオの中継局が設置されており、福岡県の北九州、恩賀、京地区、地区地域における基幹送信所である。 地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に定める放送区域は基礎情報を参照。福岡県東部の北九州地方、筑豊地方の広範囲に及ぶ。ラブ FM は他の県域民法と異なり、本来の放送対象地域は放送法令によって定められた外国語放送実施地域のみで、北九州局では北九州市のみがこれに該当し、 他の市町村は本来エリアではないが、実際には県域局と同等のエリアを確保している。大分県デジタルネットワークセンターは皿倉山から直線距離で約 85km 離れた別府市鶴見岳を受信点にしており、その間に障害になる山もないため、そこから福岡民放の一部を受信しデジタル放送を大分県内のケーブルテレビ局へ区域外再放送している。 廃止された KBC アナログテレビ局は NHK 熊本アナログ E テレの親局と同一チャンネルであったため増力前まで地区法地方では受信障害が発生していた最初に設置されたこともあり山頂に位置し他社に比べ最も高い位置に立っているため鉄塔自体の高さは35メートルと最も低いアンテナの配置は上から NHK 総合 E テレ共用デジタル、NHK 総合、E テレ共用アナログ、NHK、FM クロス FM 共用の順になっている。共用 FM 用のスーパーゲインアンテナは3、方向には4段ついているが、北東方向の一面は2段のみになっている。かつては上段に NHK アナログ総合用の、スーパーターンスタイルアンテナ6段と、中段に NHK アナログ E テレ用の、 スーパーゲインアンテナ8段4面があったが、デジタル化工事の際それらは撤去され、新たに上段に4リットル総ループアンテナ4段4面のデジタル総合 E テレ共用アンテナ、中段にアナログ総合 E テレ共用の2リットル総ループアンテナ4段4面が設置された。RKB の施設を TVQ が曲がりする形になったアナログ放送専用の施設で局舎、鉄塔、 アンテナとも FM 放送との共用はないため、空中線のみ、アナログ放送終了後は撤去された。また RKB のアナログ送信書は、RKB 発足の経緯から他社と異なり、関門局を名乗っている。アンテナの配置は、上段が RKB アナログ、下段が TVQ アナログである。また TVQ のソーループアンテナは、全方向とも3段であるが、 3方向が6リットルであるのに対し南西方向の一面のみは2リットルになっている。もともと KBC 単独で設置していた鉄塔に全民法共用のデジタルアンテナが追加され、局舎は KBC アナログとは別に全民法共用のデジタル局舎を新築した。アンテナの配置は上段が全民法デジタル共用、下段が KBC アナログである。 デジタル送信書の管理は KBC が担う。唯一局舎、鉄塔、アンテナとも完全に一社単独で使用している。送信アンテナはスーパーターンスタイルアンテナ6段。アナログ終了後は送信周波数が近いマルチメディア放送の t t v の送信書として利用される。全社中で最も低い場所に位置するが、全社でアンテナの高さを揃えるために、 鉄塔の高さは59メートルと最も高かった。アンテナの配置は上段が FBS アナログ、下段が FM 福岡、ラブ FM 国際放送共用であったが FBS のアナログ放送が完全停破した2011年7月25日以降は FM 福岡、ラブ FM 国際放送共用になった。ただ FBS は 送信機器に PCBE を使っていたのか、法規制の関係で撤去できない状況が続いており、入り口撤避には法律に基づく掲示がなされている。総務省が公開している中継局解説ロードマップ、及びチャンネル表によると、NHK 北九州エリアに属する北九州、筑波地域で以下の局については、本局と同一送信チャンネルで放送しているため、ワンセグなど、 本局のチャンネルパターンがあらかじめ登録されている場合は、チャンネルスキャンなどの操作なしで本局の放送を視聴できる。これはデジタル放送における大きな特徴の一つであるが、それでも一部では渾身障害が発生することから、該当地域では別チャンネルでの送信となっている。2011年11月28日に、総務省九州総合通信局が、 ジャパンモバイルキャスティング社に対し、マルチメディア放送の内部位廃局の予備免許を交付、2012年4月1日に開局した。ありがとうございます。